皆様こんにちは、数学ラブです。無限級数を数学するということで、今回は三角数の逆数和について勉強していきましょう。ちなみに私は学校では習わないようなことも含めた面白数学動画を投稿したり、就職活動中の大学生の方や転職を考えている社会人の方のお役に立てるよう SPI の動画を投稿しています。よろしければぜひチャンネル登録をお願いします。では問1です。この足し算の値はいくつになりますか？では解説をしていきたいと思います。 N 番目の三角数を AN イコール 1+2 たす N-1 たす N と置いてあげると AN イコール2分の N かける N たす1と表すことができます。そうするとこの与えられた足し算、こちらを AN を使って表すとシグマの K イコール1から N までの AK 分の1、これ分母がですね、分母が AN になっていますので、N を K にすると AK 分の1で表すことができます。そしてシグマの K イコール1から N まで、ここにこれをですね、代入してあげると K かける K たす1分の2となります。これはシグマ K イコール1から N までの K 分の2引く K たす1分の2で表すことができますので、答えは 2-N たす1分の2で表すことができます。では問2です。この足し算の値はいくつになりますか？では解説をしていきたいと思います。この問題は先ほどの問1と非常によく似ていますが、何が違うかというと、問1は1から N までの有限の数列の和を求めました。今回はこの小さいのからですね、順に足していって点点点点ということですので、無限級数の値を求めようという問題になっています。問1からこちらの数列の和は 2-N たす1分の2ということが分かっています。これを利用して無限級数の値を求めていきたいと思います。無限ですのでリミットの N が無限大まで、そしてこちらですね、この足し算ということですから、リミットの N が無限大のこちらはここですね、問1で求めたこちらになります。そしてこの N が無限大になりますから、求める値は2となります。つまり三角数逆数和の無限級数の和というのは2に収束するよという答えになります。いかがでしたか？今回は三角数逆数和無限級数について考えてみました。この動画に対するコメントやご質問、ご意見などもコメント欄から受けたまわっておりますので、気軽にお寄せください。 Twitter もやってます。そしてこの動画がいいな、面白いなと思った方は高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。